重力相互作用とは、自然界に存在する4つの基本相互作用のうち、重力による相互作用を指す。力の強さは、逆事情の法則に従う。重力相互作用は、質量が小さい素粒子間では、極めて小さく、例えば互いに 1FM 離れた2つの陽子間の、重力ポテンシャルは角力に比して1 3 8倍程度、小さく、これが、 結合定数の相対比とみなせるが、巨子的スケールでは、すべての粒子からの寄与が、加算的となるので、大きい効果をもたらす。アインシュタインの一般相対性理論では、万有引力は、物質やエネルギーによって引き起こされた、時空世界の歪みが、他の物質やエネルギーに及ぼす作用として解釈、されており、時空世界の歪みは、軽量点ソルジーミで、記述され、 ジミュ,ュを重力場という物質やエネルギーと重力場を相関させる原因が重力相互作用でありその強さは重力微細構造定数 αg イコール5 9 0 3 9で特徴付けられ弱い相互作用よりもさらに1034倍も弱い場の量子論では重力相互作用は素粒子による重力子の放出吸収であり 重力子の交換の結果として、万有引力が生じると考えられており、重力子の質量は例であると予想されているため、重力相互作用の到達距離は無限大である。重力を含む統一理論として、超限理論が精力的に研究されている。ありがとうございます。